てちゃんこと書家の田坂邦夫です。四角の中に思いっきり大きな字、そして小さな字、中くらいの字、また小さい字、最後もちょっと大きめに、なんといった形で全体のバランスをとっています。また中の文字も伸ばすところは思いっきり伸ばして、また毛はこういうスマートな毛ではなく、わざとこんな風に横扁平に可愛く描いてみたりしました。最後のうもわざと思いっきり振り上げています。こんな風にどこか特定のところだけを極端に伸ばしたり大きくしたり太くしたりすることで、アクセントをつけて全体をなんとなく愛らしい雰囲気に仕上げてみました。きっちりきれいに描くのがしんどいなと思ったら、こんなテクニックもあるのです。横書きも一つ作ってみました。四角い紙面の中に大きな文字、小さな文字、縦に長い文字、また小さな文字、中くらいの文字、だんだん小さくなって、また最後は大きな文字、こんな形で紙面全体のバランスをとっています。また伸ばすところはちょっと極端に大きく伸ばしました。詩もそうです。また最後の「う」もわざとぐーっと伸ばして、元気さ、勢いなどを出してみました。こうした書き方であれば、細かいことを気にせず全体だけを考えて楽しく書いてみられるのではないでしょうか。ぜひお試しください。ありがとうございました。また次回ご一緒に書きましょう。地名のリクエストもお待ちいたしております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。